皆さんこんにちは。レック専任講師の岩田です。それでは1級 FP 学科試験対策講座金融資産運用1の講義ユニット1を始めます。はい、それでは、早速金融資産運用の講義を始めていきたいと思います。で、皆さんご存知のように1級 FP は、国家資格の、FP 技能士その最高峰の試験です。ですから本試験問題は非常に高い水準の、難易度が高い問題が出題されます。で、今日これから、講義を進めていくわけですけれども、非常に時間も限られていますので、1級ならではの、知識、2級だけの知識で1級というのは合格できませんので、その1級ならではの知識、それと1級は非常に広い範囲から出題はされますけれども、比較的同じような項目が出題される、つまり出題される項目が限られているという特徴もあります。ですから出題される項目に絞って講義を進めていきたいと思います。はい、それではテキストを開いていただけますでしょうか。まず1ページです。第1章経済指標の基礎知識、こちらから見ていきたいと思います。で、まず、景気を見ていく指標ですけれども、GDP、それから景気動向指数、そして日銀短観、大きくはこの3つがあります。これは、いずれも1級でも出題されます。で、GDP それから景気動向指数、非常に出題頻度が高いです。こういったところを見ていきましょう。はい、それでは、1ページの第1節 GDP 国内総生産です。で、GDP、というのは、国内で一定期間に生産された財やサービスなどの付加価値の総額、これが GDP です。で、日本の場合、名目値で約550兆円ぐらい、これが、日本という国の経済的な規模ということになります。で、GDP、これは生産面から見た、指標ですけれども、支出面、から見た指標、これが GDE 国内総支出ですね。ですから、GDP の内訳が GDE であるということができるわけですけれども、1ページの真ん中に GDE の内訳、という、図があります。はい、こちらの方でぜひ押さえていただきたいのは、GDE は、国内需要それから海外需要、この2つに、分けられると。で、国内需要の方ですけれども、民間需要と公的需要に分けられます。で、さらに細かく、いろいろ分けられるわけですけれども、その中で、民間最終消費支出、これが、GDP の中で一番占めるウェイトが、高い、GDP 全体の、5割から6割、6割弱ですね、そのウェイトを占めている、これをまず押さえてください。で、この支出面から見たもの、それが、GDE ですね。で、もう一つ、分配所得面から見たもの、これが GDI、この生産分配支出の各側面から見た指標、この数値は等しくなる、これを三面等価の原則と言います。で、1ページの一番下なんですけれども、寄与度という言葉があります。この寄与度という言葉も試験で出題されることがありますので、ぜひ頭に留め置いてください。で、寄与度とは何かと言いますと、GDP を構成する、各要素があるわけですけれども、それぞれのその要素が、GDP 全体の変動にどのくらい影響を与えたのか、それが寄与度です。で、寄与度を、計算する、その時は、各構成要素、それぞれの構成要素ですね、それの成長率、それに前年の各構成要素のシェアをかける、
各構成要素の成長率に前年の各構成要素のシェアをかける、これが寄与度の計算です。で、各構成要素の寄与度、それを、まあ、足し合わせていきますと、GDP 全体の成長率と等しくなる、ということが言えます。はい、それでは、2ページですけれども、まあ、3番の GDP デフレーターを見ていきましょう。で、まあ、GDP は名目値、それと、物価変動の影響を、まあ、取り除いた加味した、実質値、この2つがあります。で、GDP デフレーター、これは名目値と実質値の比率、のことを言います。で、名目値を GDP デフレーターで割ることによって、実質 GDP が算出できる、まあ、あの消費者物価指数に近い値と言われていますけれども、この GDP デフレーターは消費者物価指数イコールではないです。名目 GDP を GDP デフレーターで割ることによって実質 GDP が算出できる、この GDP デフレーターを用いるんだということで押さえてください。で、この GDP、名目値と実質値、この2つがあるということをお話をしましたけれども、まあ、一般的に GDP を見るときは、その年その年の GDP が、まあ、500兆円だったとか550兆円だったとか、そういう見方よりも、前年に対する増加率、つまり経済成長率で見ていくというのが一般的です。で、まあ、経済成長率も、名目経済成長率、実質経済成長率、この2つがありますけれども、実質経済成長率、こちらで見ていくというのが一般的になります。で、先ほどあの三面透過の原則ということで、まあ、分配、所得面から見たもの、まあ、GDI という言葉を言いましたけれども、実際には、まあ、所得面から見る、その場合は5番の実質国民総所得、つまり GNI、で見るというのが一般的です。この実質 GNI というのは、まあ、実質 GDP を用いて、それに、交易利得、と言いますけれども、海外との間の利子、それから配当、それから、輸出入価格の変化に伴う所得の変化、これが交易利得ですね、これを、まあ、反映させたもの、それが実質、GNI です、まあ、実質 GDP に公益利得と、海外からの所得の準受け取り、これを足したもの、これ実質 GNI を用いる、まあ、この、所得面から見た、見る、その時だけ、GDI ではなく GNI、国民総所得を、使っていく、ということになります。はい、それでは、3ページ、景気動向指数、です。で、景気動向指数については、1級の試験では非常に、出題頻度が、高い、です。で、まずあの CI と DI の違い、それと景気動向指数で採用されている、まあ、現在30個の指標がありますけれども、その指標、先行系列、一系列、遅行系列の、どこで採用されているのか、またその指標はどういった指標なのかといったことまで出題されます。で、まず3ページの、まあ、景気動向指数、まあ、内閣府が公表しているということと、CI、コンポジットインデックス、それと DI、ディフュージョンインデックス、この2つの、まあ、指標が公表されます。で、まあ、CI とは何か、
言いますと、景気変動の大きさやテンポ、量感を示す、これが CI です。で、DI、これは景気の各経済部門への波及の度合い、波及度を把握する、これが DI です。この CI と DI の定義ですけれども、ここに記載されている、この定義が、内閣府でも、正式に公表しているものです。この言葉はそのまま、出題される。で、CI と DI が逆になっていて丸か×か、こういう問題も出題されますので、それぞれの定義、これはこの言葉の通りに、覚えていただければと思います。で、まずDI、ディフュージョンインデックス、ですけれども、現在30項指標が採用されています。その指標は5ページに、一覧でありますけれども、この30項の指標、それの一般的には、1系列ですね、景気と同じタイミングで動いていく1系列の指標を使って、現在足元 DI はどうなっているかということで、3ヶ月前と比べてプラスに推移している指標、それを1とカウントする。横ばいの指標は 0.5 とカウントする。マイナスの指標はカウントしない。そして採用されている指標数、公表された指標の数で割ってあげる、それが景気 DI でした。で、4ページですけれども、この、DI による景気判断は、採用されている、現在10個の指標、それが3ヶ月前と比べて、全てプラスに推移していれば 100% ですね。で、全て、マイナスであれば、マイナスの指標はカウントしませんので 0%、0% と 100% の間を、ずっと動いていくわけですけれども、DI は 50% を基準として見る、DI が 50% を上回っている、それが景気拡張局面です。DI が 50% を下回っている、これが後退、景気後退局面です。で、4ページの、DI による景気判断、というところ、ですけれども、50%、これを基準としてこう見ていくわけですね。こういうふうに、これ、景気 DI のこの推移ですけれども、で、50% ライン、それを上から下に、横切る、これが景気の山、50% ラインを下から上に横切る、これが景気の谷、です。で、この DI による景気、はこの谷から山を経て、谷に至る、これが景気の一循環、なんですね。で、この景気の山ですとか景気の谷、これを、基準日付と呼んでいます。この基準日付、は、内閣府で議論をし、それから、経済社会総合研究所、所長が設定を行う。実際には、実際の山や実際の谷よりかなり遅れて、あの時が景気の山だったまたは谷だったというような、少し遅れて公表するということになります。で、現在は、戦後第15、循環が終わって第16循環目、です。で、第15循環のこの、終わり、つまり景気の谷、これは2012年11月、となっている、現在は第16循環目です。で、この基準日付、に関しては、いろいろ採用されている、その指標がどう推移して、で、景気の谷はいつだったかということですけれども、各指標というのは、例えばこう景気がぐーっとこうね、景気 DI がこうどんどん上昇しているという時でも、1系列10個ありまして、それぞれの各指標が一本上司でこう
右肩上がりで上がっているということではなく、こう良くなったり悪くなったりしながら、全体の基調として上がっている。またその指標によっては、いろいろな動きをするわけです。こういうふうに、ジグザグで、推移しているというのは、非常に判断がしにくい、ですので、基準日付の判定をするときは、ヒストリカル DI、ヒストリカル DI を用いますと。で、ヒストリカル DI というのは、例えば、景気の谷からや山へ向かうというときに、こうジグザグで動いている、それをなだらかな曲線に直して、そして、判定をしていく。これがヒストリカル DI です。基準日付の判定の際はヒストリカル DI を用いる。これを押さえてください。で、こういうふうに、基準日付の判定は、DI、をもとに判断をしていくわけですけれども、景気動向指数としましては、現在、公表の中心は CI、コンポジットインデックス、こちらが中心となっています。で、CI は採用されている指標、判断に用いる指標は景気 DI と同じです。ただ、その各指標が、どういうふうに前月と比べて変化をしているか、その変化量を合成していく。ですから、CI に関しては DI のように簡単に計算できるというものでは、ないです。で、CI、も、一般的には、一致系列の指標ですね、それを中心として、その動きを合成して、判断をしていくということになります。で、次に、5ページ、ですけれども、景気動向指数に採用されている指標、この指標はおおむね、景気の一循環ごとに、見直しが行われます。ですから現在、採用されている、現在30個の指標ですけれども、2021年、3月速報分からこの指標が、用いられている。で、30個の指標を、全部暗記する必要はありません。先行系列、一致系列、遅行系列、この3つ、に、分けるんだということと、それぞれの代表的な指標で、見直しが行われた、それによって一致系列の10番目、輸出数量指数、これが新しく、加わりました。ですから、一致系列の輸出数量指数が加わったと、一級では新しく変わったところが出題されるということも多いですので、この輸出数量指数という言葉、これをまず押さえておいてください。それと、4番の労働投入、量指数、これ、以前は所定外労働時間指数だったんですが、現在は労働投入量指数になっている。これも押さえておいていただければと思います。新しく変わったところですね。あとは、代表的な指標、先行系列では、そうですね、2番の鉱工業用生産材在庫率指数で、一致系列では同じ鉱工業用指数の中でも ② の鉱工業用生産材出荷指数、先行系列は在庫率指数で、一系列では、生産材出荷指数、この違いを抑える。あとは、先行系列での消費者態度指数、なども出題されることがあります。それと、雇用に関する指標ですね。先行系列では、新規求人数、それから一致系列では有効求人倍率、あとは遅行系列では、完全失業率、
こういった雇用に関する指標なども押さえていただければと思います。で、その、まあ、具体的な、指標ですけれども、テキストちょっと先に進みまして、11ページを開いていただけますでしょうか。で、11ページの、下の方の表ですね。あ、失礼しました。上の表ですね。括弧2の企業の設備投資関連、で、上から3つ目、鉱工業、生産指数、とあります。で、鉱工業生産指数、まあ、1級の試験では、どこが公表していますかと、そういう問題も出題されるんですね。鉱工業生産指数は、経済産業省が毎月、発表している。で、この鉱工業生産指数って、まあ、実際にはいろいろな指標があります。生産指数、出荷指数、それから在庫指数、在庫率指数、まあ、それ以外にも生産能力指数ですとか稼働率指数ですとかいろいろあるんですね。その中で景気動向指数の先行系列には鉱工業用生産材在庫率指数が採用されている。一致系列には鉱工業用生産材出荷指数が採用されている。こういったところを押さえていただければと思います。で、11ページの下の表括弧3の個人消費関連ですけれども、一番上の消費動向調査、これは内閣府が毎月行っている調査ですけれども、まあ、あの消費者に、まあ、現在の暮らし向きですとかね、収入の増え方ですとか、それから耐久消費財の買い時ですとか、そういったことを、まあまあ、アンケートを、取っている。で、消費動向調査で採用されているもの、それが消費者態度指数です。で、消費者態度指数に関しては先行系列に採用されている。で、消費者態度指数は指数が 50を基準とする、50以上であれば良好と判断される。こういったところを押さえてください。で、次に、テキストの、まあ、12ページを開いていただけますでしょうか。12ページの、上の括弧、4の雇用情勢、です。ここで、まあ、新規求人数ですとか有効求人倍率ですとか完全失業率、そういった雇用に関する指標、があります。で、新規求人数、これは景気動向指数の先行系列に、採用されている。で、厚生労働省が、公表しています。で、まあ、公共職業安定所、ハローワークが、その月に新たに受け付けた求人数の合計、これが新規求人数です。で、有効求人倍率、これは、景気動向指数では、一致系列に採用されています。で、これも厚生労働省が公表していると。で、やはり、まあ、ハローワーク、に申し込まれている、このハローワークに申し込まれているそれだけが対象なんだ、ということと、有効求職者数に対する有効求人数の割合、ですので、これ、有効求職者、求職分の、有効、求人数の割合、求職者分の求人数ですね。これが有効求人倍率で、完全失業率、これは地方系列に採用されています。
完全失業率は、総務省が、毎月公表している、労働力調査、を行って、その中の、完全失業率を公表していると。で、労働力人口に占める完全失業者の割合、これが完全失業率ですけれども、じゃあ労働力人口って何かと、これは満15歳以上で、就業者、実際に職業に就いている方ですね、それと完全失業者の、総数、これが労働力人口なんだと、この言葉の意味も押さえていただければと思います。はい、それでは、はい、テキストを、戻っていただきまして、テキストを戻っていただきまして、これが、5ページに戻ってください。景気動向指数に採用されている指標に関しては、代表的なもの、それを押さえていただければと思います。それでは、次に、6ページです。日銀短観、全国企業短期経済観測調査です。で、この日銀短観も、出題頻度それほど高いとは言えないですけれども、やはり出題はされます。で、日銀短観は、全国の、約1万社程度の企業に対してアンケート調査をする。で、日銀が年4回、公表している、指標です。業況判断 DI、の数値で公表される。で、この業況判断 DI、というものは、これは、現在の業況がですね、良い、さほど良くない、悪い、から、選んでもらうと。で、良いと回答した企業の構成比、そこから悪いと回答した企業の構成比を引いたもの、もう単純に引いたもの、これが、業況判断 DI です。で、そういったごく単純な業況判断 DI の計算の方法、なども、出題されないことはないんですけれども、一級ならではのところで言いますと、日銀短観の対象となる企業ですね、調査対象企業ということで、総務省の日本標準産業分類、これをベースとして業種別に調査を行っている。で、製造業だけではなく、非製造業に対しても調査をしています。で、その対象となる企業ですけれども、これは資本金等の額によって、この辺が出題されやすいです。資本金が、10億円以上、10億円以上、これが大企業で、1億円以上、10億円未満、それが中堅企業で、2000万円以上、1億円未満、それが中小企業、このように、資本金のを基準にして3分類して、規模別での指数、も算出しています。で、ここで、中小企業というのは、資本金が2000万円以上、そして1億円未満ですので、資本金2000万円未満の企業というのは、調査の対象外になる。この、企業規模による分類、これ、一級で出題されやすいところですので、ぜひ押さえていただければと思います。はい、それでは、次に7ページを開いていただけますでしょうか。
物価動向についての知識ということで、物価指数ですね、7ページの下の方2番の物価指数で、まず企業物価指数、それと8ページですけれども、括弧に消費者物価指数、この2つが、代表的な物価指数になります。企業物価指数、これは日銀が毎月公表する、企業間取引、貿易取引も含めてその商品価格の変動を捉えた指標であるということと、それから、8ページの消費者物価指数、これは、全国の消費世帯、が購入する、家計が購入する財とサービス、財だけではなくサービスの価格、それも含めてそれを対象にして物価の変動を時系列的に測定するもの、これが消費者物価指数です。総務省が毎月公表しています。で、対象となる、財やサービス、何々が対象ですというのは、もう全部決まっているわけですけれども、そのすべてを対象としたもの、それが総合指数ですね。ただすべてが対象といいましても、その中でも生鮮食料品、これはその年その年の作柄、など、天候などによって、価格の変動が、幅が大きいです。ですから生鮮食料品を除外した指数、これをコア指数と呼んでいますけれども、消費者物価指数は一般的にコア指数で見ていきます。で、あと側中にコアコア指数とありますが、これはエネルギー価格、原油価格など海外との要因でその価格が決まってくる。ですから、生鮮食料品だけではなくエネルギー価格も除外した指数、これをコアコア指数と、一般的には呼んでいます。コア指数が中心ですので、コア指数という言葉なども押さえていただければと思います。はい、それでは、8ページの、マネーストックという言葉、を見ていきましょう。で、マネーストック、これは、一般法、世の中に流通している出回っているお金の量、これがマネーストック、ですね。で、世の中に流通しているというのは、これは一般法人、それから個人、地方公共団体、これが通貨保有主体、ですね。それが、保有する通貨、貨幣の総量、これがマネーストックです。で、マネーストックは M1、M2、M3、それから公儀流動性など、対象となる金融機関、それから対象となる商品によって、4つほど種類があります。で、M1 に関しては現金通貨、預金、通貨で、ゆうちょ銀行も含む。 M2 に関しては、これは、ゆうちょ銀行は除いて国内銀行などが対象になる。で、もう一つですね、テキストの16ページを開いていただけますでしょうか。マネタリーベースという言葉があります。このマネタリーベースって何かと言いますと、日銀が金融機関に供給している通貨、などの量ですね。これがマネタリーベースです。で、日本銀行、日銀が金融機関に対してお金、通貨を供給する。これが、マネタリーベースです。
2021年の3月現在で、まあ、約463兆円くらい、このくらいの、まあ、通貨を供給している。で、一方マネーストックというのは、これは通貨保有主体、まあ、一般法人ですね。これ金融機関を除く法人です、まあ、略して法と書きますけれども、それと個人、それと、地方公共団体、この地方公共団体というのは、まあ、中央政府を除く、まあ、地方公共団体ですね。これが持っている、まあ、お金の量、これがマネーストック、なんですね。で、これは、まあ、2021年3月現在で、約ですね、50兆円ぐらいで、マネーストックとマネータリーベースの違い、これを押さえていただくとともに、この1950兆円と463兆円のこの差は何かと言いますと、日銀が金融機関に対して、まあ、お金を供給すると。で、金融機関はこれを、法人ですとか個人ですとか地方公共団体に貸し出すわけですね。で、これを貸し出すというのは、まあ、現金を渡すということではなく、まあ、通帳上の、金額を記入する、その通帳上の取引、まあ、数字上の取引なわけです。で、その借りたお金を、またあの金融機関に、まあ、預金をすると。で、それをもとにして金融機関はまた、お金を貸す。これが、まあ、いわゆる金融機関の、まあ、信用創造ですとかね、金融創造ですとか言われるものですけれども、それが、マネタリーベース463兆円とマネーストック1950兆円の差ということになるわけです。はい、まあ、ここでは、テキスト、8ページですけれども、まあ、マネーストック、これは世の中に流通しているお金の量であるということですね。はい、それでは、テキストの10ページを開いていただけますでしょうか。先ほどは、まあ、11ページ12ページの代表的な、まあ、景気に関する指標を、見ていきましたけれども、あとは10ページの一番下の、景気ウォッチャー指数、これも、まあ、ちょっと頭に置いていただいてもよろしいと思います。まあ、景気ウォッチャー指数はいわゆる街角景気などとも言われますけれども、まあ、百貨店の販売員の方ですとかタクシー運転手ですとか、景気に敏感だと、思われるそういう職業の方に、まあ、アンケートを、まあ、聞き取り調査をするということです。で、この景気ウォッチャー指数に関しても、指数が50を超えていると景気の現状がいい、50未満であれば、景気の現状が悪い、こういう50、それを基準に判断していくということになります。はい、それではまあ、まずは、第1章の経済指標の基礎知識を見ました。それでは時間になりましたので、これで、ユニット1を終わります。